こんにちは、アイチャンネルの小野愛です。今見てわっと思った方いますか？そうなんです、これ T シャツを裏と表、後ろと前逆に着てるんです。どうしたのっていう感じですよね。そう、まあ、こっちが後ろなんですけど、ユニクロと米津玄師さんがコラボされたこっちが後ろなんですけど、後ろ可愛いんですね。で、1年前ぐらいの動画でこの T シャツ着てて、で、今日は急遽撮影できることになったので、今日はこれを部屋着で着てたんですけど、そう、後ろ可愛いなと思って後ろを前にした、ね、なんで前にこれを着ていた時とはまた違う T シャツに見えるよってね。なんかまあ服はこう固定概念に縛られず好きなように着ればいいっていう、ファッションってそういうものだよって、この前あのトーガと H&M のコラボがあったんですけど、少し前に、でその時に YouTuber の MB さんがそのトーガの説明の時に言ってて、どういう風に自分でアレンジするかって言ってたんで、ちょっと今日は後ろと前を反対に着てみたんだね。まあタグがついてるんで着るものではないとは思うんですけど、やっぱね、固定概念って良くないじゃないですか。こうあるべきだとか固定概念って、あると思うんですけど、あんまりね縛られすぎない方がいい、生きやすいし広がると思うので、そうだから固定概念はね外して、私は後ろと前をあえて逆に着てるよ。本当に間違えちゃったんじゃないのって、ね、思われちゃうんだろうなと思ったので最初に話しました。はい、こう私あの男の子の子供がいるんですけど、男の子がいる。そう、もう後ろと前がまず逆で、表と裏も逆、この中と外も逆で、なんで後ろ前も逆だし表と裏も逆で着ることがあるんですね。上の子がトゥモローくんっていうんですけど、今もう自分で着ることができるので、でもまあそれも注意をするのも一つですけど、一応裏と表も逆だし後ろと前も逆だけど、でもそう着たいならいいよって言ってますね。なんか個性だし、後ろと前と表と裏全部逆だけどそう着たいのであればね、なんかそういう風に着たいっていうのをそのまま、なんて言うんだろう、正しいことは教えるけど、まあそう着たいんだなって思って、結構表と裏まで逆なことはないけど後ろと前逆に着てることが、そうトゥモロー君は多くてね、絵を描く画面を見るときもすごいちっちゃいときは上と下逆に見てたんですよ。なんか芸術的センスがあるのかなとか思って、後ろ上と下逆だねは言うんですけど、そのままにしてました。いろんな子育て方法があるとは思うんですけど、正しちゃうっていうことも一つだとは思うんですけど、まあ正しいものはこれだけどこうだよって言ってあげる方法もいいのかなって、ギュギュギュってねするのも疲れちゃうし、仕事とかでも言えますよね。こういう、これが多いパターンですけど、こういう風もあるよねとか、上司とかに自分がなった時に
何でもこう教えてあげる上司も大切だと思うんですけど、こうどこまで泳がせてあげられるかっていう見守るスタイルの人の方が上司っていう立場だと大変だなっていうのを今は特に部下もいないのに最近考えてました。こう泳がせてる間に自分の評価は、上司の評価は部下の成績じゃないですか。なんで注意したくなっちゃうと思うんですけど、それを正しいことは分かっていながら、言えることも自分で分かっていながら、どこまで放任をしてこう見守って、必要なこう助言だけをして成長を見守るかっていうスタイルが難しいなって思いました。何でもね、1から10とか1から100まで伝えるっていうこともはどっちかっていうとそっちの方が簡単なのかなって。全部伝えて全部その通りにやるっていう、やれる人もいるとは思うんですけど、そう、でもね、1から100まで伝わってやめたくなっちゃう人もいるじゃないですか、今のね令和の時代。そうなると放任して叱るべき必要な言葉だけをかけて、その子の成長をそれでこうバックアップしていける人ってすごいなって、なんか特にねそんなことと今か遠いんですけど、すごい感じましたね。で、まあ、今日はそのちょっと固定概念からの、コストコでこれは美味しくないだろうなって思ってた、これは買わない方がいいだろうなって思ってたんですけど、買ってみたらすっごい良かったっていうものがあったので、なのでちょっとね、こういう風に思い込んでたものって意外とそうっていう一つなんですけど、そう、動かすだけでね反応しちゃいそう。これなんですよね。これがワンちゃんのおやつで、動かすたびにワンちゃんが、こんなにいっぱい入ってて、全部で 350×4 袋 1.4 キロも入ってるんですよね。国産ふっくらミックスジャーキー美味しいって書いてある。で、そう、九州のお店で、福岡県が作られてる九州ペットフード株式会社さんの商品なんですけど、ね、なんか美味しいって書いてあるのってちょっと信じられなくなっちゃう。美味しい、なんかあんまり美味しいものに美味しいって、美味しいものにというか、あんまり美味しいって書いてある食べ物ってないじゃないですか。で、これも買う前に美味しくないのかなってあんまり食べなそう、こんなにたくさん入ってて、お値段が1000円ぐらいだったんですよ。だからやっぱ安かろう悪かろうかなと思って、なんでこれもこんなに入ってるから最初買わなかったんです。で、そこから3週間ぐらいしてもまだ置いてあったんですけど、毎回コストコに行くとワンちゃんのコーナーに行ってから、ワンちゃんのコーナー行き、で、ファッションのコーナーに行って、でお洋服見た後、パンとかお肉とかお魚とか、チョコクレープのコーナー、パン、こう常温で置いてある洋菓子コーナーのところで、オートミールとかのコーナーで、で、調味料とかのところを見て、で、その後もう一回ファッションの、今度はお靴のコーナーとかバッグのコーナーを見て、で、タオルのコーナー見て、で、ベビー用品、お薬で、最後にお菓子コーナーっていう回り方をしてて、なんでかっていう理由は回りやすさなんですけど、こっちはね、構造上その回り方が効率的かなって思ったりしたんですけど、自分、あとは、ね、お菓子コーナーを最初に見ると
ぱい買っちゃいそう。もうカートがちょっと埋まってると買う気って気持ちがお財布との相談になってくるじゃないですか。だからあんまり買いたいと思ってないものは最後に持ってくる。ショートケーキもいちご乗ってるじゃないですか、上に。でいちご最初に食べる派ですか、いちご後で食べますか。いちご後で食べる人の方が多いと思うんですけど、私いちごを先に食べるんですね、最初に、一番最初に。そうだから、なんかどうなんだろう、買いたいって思ってるものは最初に見たい。そうで、お菓子は買いたくないって思ってるから、だから最後に見る。そう、それが言いたかったそうなんです。で、これは最初の方のコーナーでいつも素通りしてたんですけど、200円のお値引きがあったんですね。で、200円のお値引きだと800円ぐらいだったんですよ。800円で 1.4 キロって架空のね、ワンちゃんおやつじゃないですか。ワンちゃんのやつってね、意外と高くて、ちょっとしか入ってないのに400円ぐらいするんですよ。犬飼ってない方はね、あんまり相場がわからないと思うんですけど、本当に小袋でお菓子が、まあ、10個とか15個とか入ってて500円とか400円するのが相場なんで、もうめちゃくちゃこれはお値打ちっていう値下げの仕方だったんで、なんか自分の中ではこれは美味しくないだろうなと思ってたんですけど、買ってみたんです。そしたら、そう、めちゃくちゃ大好きで、もうどの味もいろんな色の味が入ってるんですけど、チキン、野菜、ビーフの3つの味が楽しめる愛犬用おやつ、表面を炙ることで素材の旨味を引き出しました、小型犬からシニア犬にも食べやすいようにふっくらソフトに仕上げてますって後ろに書いてあるんですけどね。パンチャー入ってくれてて、なんかこうね、なんだろうな、なんかやっぱりいっぱい入ってるからなんでしょうね、どうなのかなと思っちゃってたんですけど、うん、これがね、今一番大好きなぐらい、おやつによってはあのコストコの紫色のパッケージの、どこの国だったかな、忘れちゃったな、どこかの国の、そう、ワンちゃん用の紫のパッケージのね、やつがあったんですよ。載せないようにするんですけど、それはあんまり好きじゃなくて、 1.4 キロぐらい入ってて、それが1500円ぐらいだったんですけど、なんで固定概念って良くないですよ ね、 買ってみてこんだけ気に入ってくれると、また今度も、ね、私が思うあんまり美味しそうじゃないなっていう おやつも買ってあげようって思ってます。またよかったら見てください。バイバーイ。